トリックオアトリートハッピーハロウィン。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。害悪の大精霊リュウです。さあ本日なんですが、イタズラの大精霊ハロというモンスターが、まあ、実装されましてですね、ハロウィンパックでね、こちらを、本日は悪用していこうと思っております。どういうモンスターかと言いますと、このカード悪魔族の、攻守00になってまして、結構ユベルとかのサポート受けられそうですね。で、このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、このカードが自分のフィールドに表が表示存在する場合、相手は以下の効果から1つを選んで、その効果適用するよという効果になってます。相手が選びます、どっちが適用されるか。1つ目が打点が自分の墓地の悪魔族モンスターの数から800アップ、もう1個が自分の墓地の悪魔族モンスターの数から500ダメージと。だから悪魔族を、まあ、墓地にいっぱい壊すことによって、この効果は有効に活用することができますよっていう、そういう効果ですね。で、2番目の効果で戦闘が打開されたら相手のフィールドのモンスターは墓地を送るっていう効果あるんで、対象を取らない除去なので結構強かったりするんですけど、これ例えばなんかスローンとかでね、あのデッキから爆破して相手のフィールドモンスター墓地を送るみたいなことも一応ねできなくはないんですけども、はい。今日はこの1番の丸1番の効果、この打点アップするか、まあバーンダメージ与えるかっていう、まあその効果を悪用していきたいなと思ってまして、まあ基本的に相手が選ぶんですよね、これ。まあ使いにくいポイントの1個である、相手が選んじゃう。打点アップするかバーンダメージ与えるかは相手が選択する。これバーンダメージめっちゃ墓地頑張って肥やしたところで、相手がバーンダメージ選ぶわけないじゃないですか、基本的には死ぬからなんで打点が基本的にはアップするよっていうことになるんですね。で、打点がアップしたらどうすればいいかっていうと、相手に送りつけてから、爆破すればいいんです。今まではね、カタパルトタートルっていうなんか最強モンスターがいて、だからそうやって射出すればよかったんですけど、なんかカタパルトタートルがなんか知らないですけど、マスターゼルなんかいなくなっちゃって、はい。なので、ハローは、打点アップしたら、もうちょっと頑張って、そういう動きするしかないんですよ。はい。早速ね、この、いたずらの大精霊ハローを爆破させて、ハロウィンを楽しんでいこうと思います。トリックオアトリート、デュエル、スタンバイ。支援の感じは大丈夫ですね、引いても。問題ない。問題ないです。はい。悲願モンスターを、2種類、出力していきます。レベル3のモンスターに対してオーバーレイエクシーズ召喚。これは悲願モンスターが悪魔族であることがもう本当悪用してくれと言わんばかりですね。トリックはトリート。ちなみになんかさ、オシジタイムズではさ、一応さ、なんかのハロー&ウィーンがさ実装されるっていうさお話だったじゃないですか、マスターデュエルにも。でさ、トリックオアトリートも、まあ、当然のごとく実装されると思ってたんですけど、トリックオアトリート実装されないっていう謎の事件起きてるんですよねハロウィンに実装されるんですかね、ちょっとわかんないんですけど、ハロウィンに実装されるのか、マジで謎なんだが、10月の31日になんか配布されるみたいなことでいい？じゃなかった場合いつ使うんだよって話あるぞ。今このタイミングでトリックオアトリート、まあ、ただでさえこんなモンスター誰も使わないんだから、やべ、ちょっと言っちゃった。真実を言ってしまった。あ、じゃあ、レンタルコンペティション以外では、その、ハローとかウィーンなんか使われるわけないんだから、今実装しなかったら絶対使わないのに、今実装せんのかーいっていうね。今実装せんのかーいっていう話がある。トリックはトリート実装されないはさすがに予想できんかったわ。まあ別になかったところで対戦影響ないんだけど、デッキなんか入れないから。で、聖騎士の追走イゾルデ君を、特殊召喚しましてあ、いつも通りの展開ですね、これは。で、ダークグリファーをサーチしまして、で、イゾルデ君の効果発動して、手札を4枚墓地に送ることにより特殊召喚、ほい。で、終末の騎士の効果と、フェニックスギアブレードの効果。フェニックスギアブレードは、モンスターの効果で墓地を送られると回収できるよっていう最強効果 でさらに、終末の騎士は闇属性モンスター墓地を送れるよっていうことで、闇属性モンスター多すぎるだろ、敵に。で、レベル4のモンスターが4体でオーバーレイエクシーズ召喚。ほら、支援の患者本当は持ってくるんですけど、支援の患者もう持ってるんで、レベル4のモンスターを、加えれることにしましょう。はい。で、まあ、何でもいいや、ゼンマイウォーリアーで持ってきて、で、精霊で出していく。ほい。ほい。ほいと。はい。で、
セレーネ効果使います。魔法使い族モンスターを自分の手札か墓地から特殊召喚できます。サモンプリーストを特殊で、サモンプリ効果手札から魔法カードをぶん投げることによってデッキからレベル4のモンスターをリクルート。はい、で封鎖して、あ、そう、なんか召喚ムービーあるらしいんですよね、あのハロとウィーン。まだ俺僕見てないんですよ、召喚ムービー。あれしか、あの新パックに入ってるなんかあのムービーしか、自分で召喚ムービー見せつけたことないんで、ちょっと見せつけていこうかなと思いますね。はい、でリンネリュウサンサーラ特殊召喚で、ファイアウォールガーディアン特殊召喚で、とりあえずジーランティスを出して、これ効果無効になってリクルートなんですよね、レスキューフェレットって。まあレスキューモンスター全部そうなんですけど、大体なんですけど、ジーランティスで出し直すことによって効果が全部有効になるという話がありまして、でジーラン出す、はい、でこれ裏趣味ね、裏趣味で特殊召喚できるのマジで、ジーランティスね、本当悪用しろとしか言われてないんだよね本当に悪用せえとしか言われてない。はい、でイゾルで、はい、よいしょー、いいよー。そしてリンクディサイブル特徴が、リンクディサイブルはリンク先のモンスターリリースして、あの自分の手札を一番デッキの下に戻すっていう効果なんですけど、これがまあ強くてですね、はい、でガーディアン帰って、でリンクディサイブルを、使って、サンサーラをリリースすることにより、カードを1枚ドローし、支援の患者を、デッキの一番下に戻すと。で、バレルガードを出しに行きまして、これバレルガードドラゴン、あのマジのクソデッキのお供なんだよね。これ何かっていうと、フィールドのモンスターを表側守備にしますはい、リバースで、魔導雑貨商人の効果、ちなみにあの魔法カードは、魔法トラップカードはもうあの入ってなくて、デッキの中に1枚だけしか、さっきデッキの一番下に送った支援の患者しか入ってません。なので、デッキの中のカードが全部墓地できます魔導雑貨商人のこのなんかめくるさ、なんかさ処理マジで遅くて嫌いなんだよね、これめちゃくちゃ遅い。これめくる動作もっと速くてよくねえか、クソ遅いんだよこれ。でどうすんでしたっけ、リンネリュウサンサーラ効果、リンネリュウサンサーラ効果で、レビオニアを回収しまして、でレビオニアの効果発動、光属性モンスター3体を除外して、特殊召喚すると結構いいことが起きて、自分の墓地からモンスターを何でもね一体特殊召喚できるよという効果があるんですね。これめちゃくちゃ強くてですね、で守備なんで、まあ、リンクモンスターとか無理なんですけど、まあ、レベル8を特殊召喚しまして、でレベル8のモンスターが2体並んだので、あのアルティメットインゼクションバールゼブルを出していく。うわっ、これさ、最強の最強のハエ、遊戯王史上最強のハエあ、これなんだこれ、双剣か。あ、そういえば天意の新規来たからね、熱いね今双剣、まあ、マスターデュエルには何も来てないけど、マスターデュエルには何も来てないけど、でとりあえずちょっと悲願は墓地を食いたいんで出して爆破します。はい、出して爆破、出して爆破、出して爆破。はい、これあの陰キャなんでね、あの仲間がいないと勝手に墓地行くんで、勝手に帰る、帰宅するんで。で2体でデスキャ出して、でデスキャスターの行きましょう、行きますよ先生方、行きますよ、トリックはトリート、召喚ムービーがあるらしい、手札じゃない、墓地送って特殊召喚、うわかわいい、かわいいじゃん、かわいいじゃないですか。さあ、いたずらの大精霊ハロの効果、さあ相手がやります。自分の墓地の悪魔族のモンスターの数かける800打点がアップするか、自分の墓地の悪魔族かける、500ダメージ与えるか。ちなみにありえない色の悪魔が落ちてるんで、バーンダメージが、を選ばれたら相手が即死しますありえない色の悪魔が落ちてるんで、即死します。なるほど、即死は回避したか。ほなこれ送りつけるか、ほな大精霊ハロ送りつけるか。インフェクションバールゼブルの効果を発動、お前ちょっと打点高えな、オクタワレトリックはトリート対戦、ありがとうございました。なんだこのクソデッキ、トリックは
トリートデッキマジでレンタルコンペティション以外で使い道ねえだろ。ちなみになんか一応あのか使い道考えたんですけど、あのハロは悪魔族モンスターで攻撃力と守備力が0-0なん でしかもあれ破壊されると一応なんか相手のフィールドのかあのモンスター墓地をくれるみたいな効果あるんですよ。なんでナイトメアスローンでデッキから爆破すると相手のモンスター墓地をくれるっていうコンボだけが思いつきました。つまりユベルデッキにあの刺すことによって後手からナイトメアスローンが除去剤になります。はい、そういうね最強コンボだけ思いついたんで、イベルデッキにもしかあのもしかしたら今後入るかもしれませんね。よかったら皆さんもあのこのコンボ使っていいですよ。俺だったら入れない、俺だったら入れないね、そんなデッキのそのゴミが増えるから。まあ悪くはないんだけどね、結構破壊された時に相手のモンスター除去れるっていう効果はやっぱりちょっとね、あの先行で引いても何も起きないのがうざいですね。はい、フェニックスギアブレードやばい、ちょっとなんか同じようなあのタイプのデッキの匂いがするぜ。フェニックスギアブレード、なるほど、やっぱフェニックスギアブレード結構相性いいんですよね、イゾルテとね回収できるんでね。あ、これサモンプリスト、これやばい、マジで同じようなデッキの同じようなタイプのデッキなんじゃねこれ。はい、あ、でダルク、なるほどね。さあダルキングからのヒロイックコール発動、ヒロイックコールで週末の騎士特殊召喚して一体全体ここからどういう展開が起きるんだ。あ、これでセレーヌか、それともなんかあれか、あセレーヌかな、これは。あ、セレーヌですね、セレーヌ特殊召喚でセレーヌ効果、デューガレスと同じこと起きてるな、多分これ、多分だけど、これあれだな、これマジで同じタイプのデッキだ。驚いたね、坊やだ、これ。驚いたね、坊や。くしくも同じ構えだのやつだな、これ。マジで。レスキューフェレット、はい。やばいな。ちょっと、これ、あ、ミラーか。これまさかのさ、クソデッキミラーってことある。え、これ、今んところ採用してるカードほぼ同じじゃね。今んところ採用してるカードほぼ同じなんだけど。魔導雑貨商人、おい、やばい、マジで俺、驚いたね、坊やなんだけど、あ、AD チェンジャーの方か。だからちょっと違うな、バレルガードドラゴンだから俺は。ちょっとだけ違う、ピカリアットイグニスター誰、ピカリアットイグニスターどうぞ。なるほどでございますな、ピカリアットイグニスター、あー、そういうことか、これで魔法カードあれってことかな。あ、ジーランティス、はい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 。ピカリアットイグニスターは特殊召喚に成功すると、なんか、あれなんですよね、モンスターを、あ、魔法トラップカード、なんか、なんだっけ、アットイグニスターカードだっけ、なんか、イグニスターアイランドみたいなやつ持ってこれんだよな。イグニスター、イグニスター、あ、アイ魔法トラップカードか。アイ魔法トラップカードを持ってこれます。で、AD チェンジャーが、特殊召喚されまして、で、ピカリアットイグニスターの効果によって、アイマジックトラップカードをサーチ。はいはい。で、気合ね。オッケーよ。気合。これ自分の墓地からアットイグニスター特殊のやつね。で、1体で、リンクディサイブル、あ、そこは同じなんだ。リンクディサイブルの効果、リンク先のモンスターをリリースすることによってカードを1枚ドローして、1枚デッキと、あ、1枚下に戻す。これ多分魔法カード確定させたと思うんだよな、今の。愛、気合、気合をデッキトップ確定して AD チェンジャーで反転で AD チェンジャーで、あー、これあれですね、デッキのカードを全部墓地に送るっていう コンボです。相変わらず長えんだよな、このコンボ。マジでこのコンボクソ長くて嫌いだわ。なお自分もめっちゃ使ってるんだけどな。さあ、ハガクレミの、ハガクレミの、なるほど、ハロウハウンド特殊召喚、はい、爆破、何それ、何これ、このカードのリンク先のモンスターが戦闘効果が出された場合にフィールド墓地から、あ、へえ、謎の効果、そんなよくわからない謎の効果があるんですね。さあ、ハガクレミノがの効果によって謎に魔導雑貨商人が2体になりまして、コードブリーカーウィルスソードマン来た。あー、リンク先に、ゼロデイを特殊召喚できる。あ、これで俺のフィールド上にモンスターを送りつけるのか。なるほど、はい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 、理解理解理解、なるほどね。でコードブリーカー、ゼロデイが僕のフィールド上に送りつけられ、これリンク先結構面白いですよね、ハガクレミノって。なんか相手の真ん中のゾーンにこう向けたりとかできるんで、リンクマーカーを。で、なんか、イゾルデの、あ、イゾルデじゃねえや、白雪の効果によって、なんかめっちゃモンスターが湧いて出てきそうだな、これ。
なんか除外したら特殊召喚できるモンスターめっちゃ入ってんな。めっちゃ入ってんな。で、白雪、なるほど。で、忍びネクロ、アルグールマズラ、モンスター出てきすぎだろ。モンスター出てきすぎだろ。アルグールマゼラ、はい。忍びネクロ、これやば。白雪で出せる、およそ最強モンスター集団じゃん、これ。除外されたら特殊召喚できるって調べたな、てめえ。除外したら特殊召喚できるモンスター、とりあえず全部入れたな。さあ、忍びネクロと、チャンシーで、アクセルシンクロ、アクセルシンクロ絡みつく時間振り切って、レベル8、2体並んでる。これ絶対インフェクションバールゼブリやん、これ。コーディネラル。うわ、出たー。気合きたー。気合でピカリアットイグニスター特殊召喚して、でレベル4のモンスター2体でオーバーレイか。リュガーレスから、多分。全部読みました。はい、全部読みました。リュガーレスですね。はい。でリュガーレスの効果、これは、これトリックはトリートですね、これ。やっぱみんな考えること同じなんだな。みんな考えること同じだわ。これ、トリックはトリート出た。イタツの大精霊ハロー。なるほどね。で打点がアップするかバーンするか、これもうインフェクションバールゼブルが出てくること確定してるんで、もうね、俺はね、俺は死を選ぶわ。俺はお前の手では負けない。俺は俺自身の選択によって死んでいく。俺はお前に負けたんじゃねえ。